11月9日ダボスの経験を東京で第53回が開かれました。皆さんこんばんは、今53回ダボスの経験を東京で終えたところなんですが、今日のゲストで来ていただいた、はい、日野智也と申します。よろしくお願いします。どうでした今日は？ですね、なんかその来る前はどんな人が来るのか全く分からなかったんですけど、来てみたら自分と同じように、海外から、帰ってきて、いろいろと一人で暮らすのどうかなとかいろんなことを考えてる、似たような意見した人が多かったので面白かったです。そうです、はい、であの外国から逆に来てる人も結構いたんで、確かにその海外の方だとなんか僕はちょっと特殊なんですけど、普段その海外の人と一緒に住んでるのでちょっと特殊なんですけど、そういった意味では、普段僕はその何でしょう、交流してる、似たような人たちがいたので、そこもちょっとなんか居心地が良かった。そうです、で今日いろいろ新しいコンセプトもなんか提案してよねって言われて、そうですね、はい、ありがとうございます。あの発見としては、その僕らはこういうシェアハウスがいいんじゃ、例えばクッキングシェアハウスがいいんじゃないの、とかいろいろ考えてたんですけど、中であったのがそのやればやるエクスクルーシブになる、排他的になっちゃうリスクがあるよねっていうところの提案があって、で逆にその地元のローカルな人たちに向けて、例えば、あの何でしょう、ドイツ の, その料理のクッキングだったら、ここの中だけじゃなくて、むしろ現地 の, その、八百屋さんとか、そういった子供とか、そういうのも巻き込んでやっていくのがいいんじゃないですかっていうのは、結構新しいインサイトというか、気づきもたくさんあります。そうです、そうですね、少しでも役に立ってもらうのが嬉しかったし、来ていただいて、そういうふうに思ってる人が結構たくさんいるので、日本に帰ってきてどうしようと思ってる人が結構多いので、そういう意味でも楽しみだったと思います。そうですね、なんかむしろ今後もこう、今日来たメンバーも含めて、なんか仲良くしたいなと、今日なんか話しきれてないので、一緒のそういった思いを抱えているというか、シェアして、これからも仲良くさせていただきたいなと思います。どうもありがとうございました。皆さんこんばんは、今、ダボスの経験を東京での53回を終えたところです。で皆さん、なんかビールとかいろいろ食べたり飲んだりしてるんですが、今日はお越しいただいたのは、お名前は笠原智子と申します。初めてじゃないですか？初めてです。初めてです。どうでしたか？楽しかったです。いろんなバックグラウンドを持った方々と、ディスカッションできて楽しかったです。でどんな感じでしたかっていうか、そうですね、実際にそのビジネスをされてる方の、イシューを聞いて、それで、私たちなりのソリューションを、ブレインストーミングするっていうことだったので、すごく他の方の意見も伺えて、刺激になりましたし、私少しビジネスを将来的に何かやりたいなって思ってるんですけど、そういう刺激にもなります。そうです、で英語でも別に平気ですよね。そうですね、大丈夫でした。そうです、そうじゃないと思ってる人はたくさんいます。そうなんです、そういうコメントが、皆さん優しい方ばかりで、わからない時は説明してくださいます。またぜひ出して、はい、ありがとうございます。I have some very important question. What is diversity actually? Because there is one thing, like I can respect every culture, every every age, every nationality, every gender. But the question is, if I, for example, would be willing to live with elderly people from other country, and if these people would like to live with me, because we have totally different lifestyles, we get up at different hours. We I can be more louder and I can disturb other people. So we the whole concept is about diversity, but we really think that we should be we should focus a lot on lifestyle and of the passions, hobbies that people have, and try to connect these passions, try to connect people from different cultures, from different age groups, but build something around passion like cooking. We choose cooking as the best example for it, because this is what everybody needs, this is where people are very connected. Okay. So you somehow have to break a wall between you and others, and there will be a Uber-like system where you can basically rate your neighbors according to the device. But the real value in that is not you and the device, but you connecting to other people and other people connecting to you via the devices. So kind of specific examples that we were talking about was, okay, we want to, like the other team was saying, you want to share food, you want to have Thanksgiving dinner with someone. We have quite a few of the same issues as well that we talked about, and we talked a lot about cooking.
because it seems like that is the number one thing that nobody wants to do alone. I would also say that... お二人のインタビューとグループからのレポートバックをお見せしました。